ステルスヘリなんてないしな。そんなものはないよな。こっからでもまあちょっと遠いんだけど、一度道路に出る必要がある。まあ、徒歩で行こうか。ああ、オッケー。困った時は徒歩だ。弾補給してなかったけど、まあいけるでしょ。うん。あれ、でもあれどうやって登るの？ああ。またちょっと右の方に回って。なるほど。で、ペリコを捕まえてどうするんだ？今度は反乱軍の放送でもやってもらうか。反乱軍の放送か。DJ としての素質があるなら。まあ、いい宣伝になるんじゃない？ちょっとスキル取りたいな。おっとっとっと。7ポイント、ちょっと。また弾増やして。あ、これ取って、あ、こっちはレベル15以上じゃないとダメなのか。ドローンから発する EMP だとか。あー。EMP 欲しいな。EMP 欲しい。ユニダットのヘリを落としてやりたい。それで落とせるのか、そういえば。いや、落とせれるんじゃないかな、EMP だから。ドローン最強か。反乱軍に乗り物を頼んだ。あんたらにぴったりの乗り物だろ。乗り物呼んだけどさ、そんな上に用意されても取りに行けない。そっから登っていくか。さて、うん。ってことはこれ、墓がまだこれ建設途中なのね。だね。墓にしちゃでかすぎないか。あれ昔の古墳とか。いや、古墳なんて規模じゃないよ。まあそうだな、全然でかいな。ここ行けねえんだけど。ジップライン欲しいな。ジップライン？ジップライン。あ、ジップラインじゃない。ラベリングだ。うん、ラベリングね。ここ登れないな。せっかくまあ UBI のゲームなんだからあっていいと思うんだけど。レインボーであるしな。レインボーと同じような感じで。おお、登れない。うん、あ、敵いるわ。敵いるのは下の方じゃないか。まあ上にもいるか。あれ、下か。まあじゃあ索敵していくか。うん。到着。あ、待って、目的地はそっちじゃないから、そっち無視しよう。あ、こっち無視する。敵も少ないけど。上だ。うん。建物に入るんじゃないか、もしかしたら。違くない？違うか。違うね。うん。ペリコが向こう方面にいるかもしんない。うん。全然敵いねえな。いないな。あ、でかいヘリ。待って。え、何このヘリ、すごい。ちょっとドローン出そう。ああ、いるね。ペリコいるわ。こいつを尋問しちまえば。警報もある。ペリコの周り、いなくね？そうだね。うん。とりあえず警報の付近の多分建物の中にいると思われる。そいつを倒して警報機を壊そう。あれあれあれ、いつの間に連れてきた。ちょっと、いくらまでも無防備すぎる。はい。ああ、こんにちは、ペリコさん。あなたとお話がしたかったんだよ。俺をよく見てみろよ。シカリオに見えるか？殺さなくたっていいだろう。どうしてだ？おう。俺にはまだやり残したことがたくさんあるんだよ。ならマスターコントロールのキーを教えろ。ああ、分かった。ただ俺に聞いたなんて言うなよ。ユーザー名はこうだ。BIDIBOM。ちょっと。痛い。待て、そのまま後ろに下がれ。オッケー。警報ドン。オッケー、こっちの敵は俺が引き受けよう。オッケー。あ、ヘリ乗っけて逃げればよかったな。あ、待って、ヘリまで行けるか。行けるか。体力がやばい。ヘリ。行ける？ちょっとそいつ離して一回光線に転じたらどうだろう。そうするか？いや、やべ、めっちゃ来てるぜ。オッケーオッケー。身を隠す。危ない。スナイパーが狙ってるぞ。急がないと後ろからも来ちまう。よし。フラッシュを投げよう。か。これ運転席ってどこ？左側だ。あ、左か。フラッシュ投げた。よし。はい。俺基準につこう。おりゃ。あ、とりあえず逃げるか。そう、とりあえず逃げろ。安全な場所に逃げろ。早く離れて、ここから。はい。お、寒。で、おお。ああ、ターゲット。ターゲット。ターゲット。死んじゃった。ヘリが壊れそうっていう前にね、ターゲットが壊れてしまった。いや、まあ、連れてくるのはすごい簡単だったから、そうそう、連れてくるのはすごく簡単だったからね。だから、尋問、穴ふざけて尋問してないで早く乗っけて。そうだね。おお、近い。まあ、さっさと上向かっちゃおう。うん。あ、また乗っかっ、お？なんだ。見つかるぞ、待て。敵を排除した。よし。上行くぞ。あれ、これさっき通ったトンネルじゃないか、また。またさっきと同じルートで行こう。ああ、本当だ。大丈夫だ。心配ない。あれ？警報鳴ってるけど。みんな。どうして？いや、まあ、まだ何も警戒とかされてないから。右下のやつは。多分あれでしょ、テスト中でしょ。ああ、マイクテスト的な。あれ、待って、トンネルは確かに通ったけど、さっきこんなところに出たっけ？なんか若干違うよね。若干っていうか結構違うと思うんだけど。いや、まあ、ここ登っていけばなんだ。お、大丈夫でしょ。待って、ヘリ来てるよ、ヘリ。ちょっと。あ、さっき乗ってたヘリじゃん、あれ。あ、多分なんかやっぱり警戒レベルに入る、そのなんだろう、シビアじゃないかな、ちょっと。痛い。撃ってきてるよね。痛い。やべ。待ってる、これ目の前にも敵いるぞ、これ結構。一旦もう一回リスタートしますか、これ。その方ができる。一つだけ、一回死ぬことだ、一回。あ、死ぬ。じゃあ適当に。もう敵にちょっかいも許されないな。おお、ちょっと待って。なんで交戦中で始まってるんだけど。ちょ。おかしくないか。上行け、上。リスタートもクソもねえぞ。あ、切れてる。これコンティニューじゃないかな。あ、切れた。目的地は向こうだから、こっちはかなり離れだ。向こうだな。あ、待って、これ上行った方がいいな、これ。でもこれ敵処理しながら行かないときついかも。マジか。ってことはだね、これは正規のルートだったのかもしれないよ。こっちが正規のルートかも。うん。本来はこうやっていくんで、さっきみたいにそんな、ひょいってとって。うん。あれ、でもこいつしかいないじゃん。あ、でもここ2人しかいないところだ。はい、あ、なんだ、ここか。あ、3人。ナイス。あとこいつ警戒早い、警戒警報か。よくやった。急げ先に進もう。もうこれだもんな。一人撃っちゃうのもダメだ本当にヘリ乗ってるからさ、もう連れてきちゃって早いところ。スタミナが。急げ。疲れてるこいつ。よし、オッケー。まだ追跡状態だ。早く連れてこい。オッケー。で、フレアガンをどっか撃とう。お、あら、ペリコさっきと違うとこにいる。やばい。フレアガン撃った。くそ、めんどくさい位置にペリコいるよ。移動しちゃったのもしかして。うん、移動してる。ドローン飛行中。バッキーアウチ。これは無理だ。お前が撃たれてる。一発で死なないだと。やばい、ヘリを背にしてたら破壊されちゃうな。どうだペリコ、どうだ、連れてこれそうか。確保。連れてこい。痛い。急げ。よし。いた、スナイパー。乗れ。いた。砂に超撃たれてる。乗れ。ちょっと待って。回復するまで待って。ここ出てったら砂に撃たれる。オッケー。行くわ。急げ。痛い。お前反対側乗んないといけないぞ。ごめん。大変。低空飛行してないと寒が来る。あ、これものすごく機動力が悪い。よーし、逃げろ。オッケー。お、ああ。はい。ここ寒ばっかりだね。それで見つかんない場所で尋問すればよくね。いやでもさっき見つかんない場所で尋問してたと思うよ。多分ね、ある程度離れないとね、接近してくるのかもしんないわ。そんな気がする。で、ここに3名ほどの敵がいるから。そいつらも無視だ。右の道を行こう。道じゃないな。ここ右なくないと思ったら行けるのか。いや、行けるけど。あ、行けるじゃん。全然行ける。行ける？うん。なんもいない。オッケー。上登れる？こっちから。ああ。上は登れない。これなんだこの像は。これスエーニョじゃないよな。いやー、これこの建設途中のこれ登っても上は行けないなこれ。うん、行けねえ。結局ここ登るのかな。誘導グレネードってのを使ってる。いや、誘導グレネードとかを使ってまた警戒されると困っちゃうから。何か起こったらすぐ警報鳴らしそうだから端っこ歩いてもまあな。これ警報あれ警報なのか。あ、警報あった。あれじゃん。じゃああれ壊した。ナイス。まあ無視していこう。うん。よしよしよし。早い早い。で、あと、あれも警報だよね。よし、警戒は大丈夫か。気をつけろ。大丈夫。どこだ。よし、あとは DJ ちゃんを連れちゃって、うん、逃げる。2人目のターゲットがいる。そうだな。ちょっとさ、さっきのサムの位置どの辺だった？わからねえな、サムは。さっき飛んですぐ後ろの方に行ったと思うんだけど。あ、あれだ、うん、あった？サムあった。サムあったけど、あれ破壊するとなると波形砲が必要になるんだけどな。連れてきたね、連れてきたね。うん、ちょっと敵見てみんね。ドローン展開。おい、決してそいつら連れてきたら敵がいないことに気づいて不審に思ったりしてるというわけじゃないな。やっぱそのまま連れてくか一緒に。危ない道を渡るのをやめよう。うん、そうだな。つってももうこの辺誰もいないしいいんじゃね。どっか降りれそうなところもないな。まあちょっとこっちの建物の向かいの方にまで行っちゃおう。うん、なんだもう介護してるみたいだなもう。DJ 介護してこっちに連れてきて。じゃあこの辺でおい取り立たそうか。あ、くそ、言葉に詰まったか。俺をよく見てみろよ。シカリオに見えるか。殺さなくたっていいだろう。どうしてだ。俺にはまだやり残したことがたくさんあんだよ。ならマスターコントロールのキーを教えろ。ああ、分かった。ただ俺に聞いたなんて言うなよ。ユーザー名はこうだ。 BIDIBOM でこのトークンの数字を入力する。お前は今日死にかけた。俺たちが生かしてやった。それを忘れるなよ。ああ、分かった。お前がキーを変えられるのは知ってる。生かしておいてやる代わりに、反乱軍のリーダーパック語りの話が終わるまでパスワードを変えずに放送を続けろ。いいな。あらら。よし。あ、プカラー。ボーマン、暗号機は手に入れたが、どうやってハッキングすればいい？あなたたちが技術オタクじゃないのは知ってる。反乱軍から通信技術者の居場所を聞いたわ。まずサンタブランカの監獄から救出しなきゃいけないけど、彼の仲間がいる。捕まってないやつはいないのか。どこも人手不足なのよ。合流地点まで連れてきて、パック語りの放送するための道具はこっちで揃えておく。了解。爆破準備完了。よし。別に DJ を始末するというわけではないな。うん。で、あ、待って、ここ行った覚えあるぞ、この場所は。ラスト地点。反乱軍の義士を見つける。これダムだぞ、ダム。ダムだ。ダムじゃん。ダムじゃ。区語りの通信技師がオリコダムで本部デルタかな放送システムをハッキングするために彼を解放しないといけないわ。あ、でもあんま距離変わんない。あ、微妙に近いのかな。の前にちょっと武器の回収行っちゃわない？ああ、いいね。パーツケース SMG かな。いや、ここのすぐ横にあるんだけど、ちょっと遠いな。遠いっていうか、まあ道がないね。うん。下から向かうのはこっちからがいいと思うんだけど、まあ歩いていくか。おお。3人目。もうこいつらやっても大丈夫でしょ。うん。やった。3人目のターゲットがいる。ちょっと動いてんな、怖いな。もう行っちゃおう。早く目的地に。行くか。お、待って、こう高い。おお。サブマシンガンを持ったターゲットがいる。下れ。おお、なんかいるけど。ターゲット排除。これさ、こっから飛び降りてパラシュートは開けないのかな。無理だね。できるのか。あ、そもそも降りるやつがないのか。そもそも降りれないんだ。ならもうこの傾斜を。よし。